どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リクエスト動画なんですけど、今時の前髪のスタイリング方法をやってみました。なんか今の最近の流行りで、こう前髪のこう抜け感があるというか、こう隙間が出る、まあシースルーバングまではいかないんですけど、ちょっと隙間があって、なおかつちょっとウェットな仕上がりになっているスタイリング方法になってます。結構サロンとかでもオーダーが多いので、まあ、このスタイリング方法をちょっと今日はやってみましたので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。じゃあまず前髪以外のサイドの髪の毛をダッカールで留めていきます。次にサラの巻き髪ウォーターをつけていきます。表面の部分と、あとなるべく中の内側の部分ですねにしっかりとつけます。次に櫛で溶かしていきます。次にマジックカーラーを巻いていきます。櫛でしっかりと溶かして前髪を上下に半分に分けます。少し上向きに髪の毛を引っ張りながらマジックカーラーを巻いていきます。下の髪の毛も同様に櫛で溶かして少し平行に持ってきてマジックカーラーを巻いていきます。次にドライヤーを当てていきます。マジックカーラーのこの丸の中に風を入れていきます。その次に冷風を入れていきます。髪が湿ってないか確認します。次にカーラーを外していきます。櫛でまたしっかりと溶かしていきます。次にバームをつけていきます。このくらいの量を全体的になじませて、表面につけるのではなくて内側につけていきます。内側につけたら全体的になじましていきます。櫛でしっかりと溶かしてダッカールを外してサイドと前髪のバランスを整えます。あとは指で毛先の束感をちょっと作って前髪にこう隙間を出していってバランスを整えたら、こんな感じで仕上がりました。今時のウェット感がある前髪のスタイリング方法になります。よかったら参考にしてみてください。